やってて思うのはやっぱりこうウィルさんはウィルさんの思いがあってこっちにはこっちのやりたいっていうことがあってこう進めていきながら方向を決めるときにもうパナソニックだけでやってるともうパナソニック的なものとかパナソニック的な事業しか見えないと思うんですけどそこにこうウィルさんの思いとかが入ったり今みたいにこうデザインとかをどうやって活かしながらやるかっていうところでまた違う展開が見えるかもしれないとか、まあ、違うインパクトが起こりうるし、まあ、起こってるかなとも思っているのでそのホスピンっていうあのロボットを通してその自立移動だったり技術だけじゃなくてそもそもその施設さんに導入する人もノウハウもまあ必要な部分っていうのをずっとやってこられたっていうのはちょっと弊社だけじゃちょっと簡単にできないなっていうふうには思ってます。なんか驚かせたいみたいなところがあって自分が作ったものがおおすごいみたいな でそれがもちろんその役に立つものであればもうなおいいですしそれだからこそ多分広がっていくみたいなところがあると思うので商品化ってやるとやっぱ落ち着かせる方向になってくると思うんですけどここをちょっと一歩超えたところをちょっと目指していきたいなっていう世の中の本当に困ってる人とか本当に使えるところにいち早くどうやって持っていくか本当に使ってもらって声を聞くっていうこのプロセスが非常に私は楽しくてでいろんなこういう思いを持った人がいろんなこだわりを持ってやっぱりロボットっていろんな技術を組み合わせていくのでただそれをやっただけではなかなか使えるものにならないところもあってできるだけそれをちゃんと使える形に仕上げて我々のやりたかったところも認めてもらいつつ早く持っていくとそれがやっぱ世の中に出ないと意味がないなと思ってるんですよね。だから実用化だったり世の中に出すっていうのをちゃんと目標に持てるっていうのがすごい大事だなと思ってそういった意味ではなんか今回のプロジェクトはちゃんとそのウィルだけじゃなくてパナソニックさんも実用化までこう目指してまあ走ってる、まあ、私自身だったりウィルとすごい相性がいいんじゃないかなっていうのは結構思います。商品の開発といえばこういうところから始まるよねっていうのが当然になるといいなって普通に思いますね。社内でこんなコア技術があってどうしようみたいなのをまあ、とりあえずここ持ってて先考えようかみたいに、まあ、こういうことからまず始まるみたいになっていくときっと、まあ、パナソニックも変わるかなとは思いますし多分世の中的にもインパクトもあるのかなと思いますし多分一番楽しいかなって思ってますと。なんか重苦しい会議をやるよりはなんかこういうなんかデモできる場所とか、うん、なんか自分で動かせる場所なんかまあ目で見て物を見るっていうのがなんか一番理解しやすいというか、うん、なんか発想が湧きやすいというか作ってもらう人と一緒にやるのもあるし多分そこにお客さんになってほしい人を連れてくるとかもあるだろうし一技術者でそれをゼロからやろうと思うとなかなかやっぱり大変かなと思うんでこういう場があるといいのかな、まあ、そういうことができる場かなっていうパナソニックさんと一緒にこうアイデアを気軽に出し合える場所であるとなおはすごいいい場所だなと思います。とりあえずやってみるまず第一歩やってみるっていうのはオープンイノベーションではすごい大事だなと思っててまずやってみようっていうなんだろうチャレンジする環境っていう場所だとそこから、まあ、全部がうまくいくわけじゃないんですけどいくつかはすごい大きいイノベーションになっていくことが期待できるんじゃないかなというふうに思います。